海と山に囲まれた西海市西海町にあるカフェ&交流スペースポゲット。去年12月に開かれたオープン2周年を記念するイベントには地域の人が集まり賑わいました。楽しかったです。他のとこからでも遊びに来られているいいお店なんじゃないかなと思います。コミュニティの場として作っていただいたのがすごく嬉しかったですね。西海市西海町を有名に広めていってもらえたら市民からしても嬉しいし、西海市がこう賑やかになってくれるのでとても嬉しいです。ポゲットではこれまで地域のお祭りやトークイベントなど多くのイベントを開催、人と人が交流する場所を提供してきました。代表を務めるのは山崎周平さん44歳です。一番こだわっていることはとにかく敷居の低さですね。とにかく入りやすそう、気軽に入ったらたまたま西海市のことを伝える場所だったっていうのが一番理想で。ポゲットのある西海市西海町で生まれ育った山崎さん、福岡の大学を卒業後地元に戻り家業を継ぎました。本業はポゲットの真向かいにある洋服やグッズに刺繍やプリントをする会社山崎マークの2代目の社長です。社長として忙しい日々を送る中、会社の目の前にあった空き家の活用法を考えていました。私たちが住んでいるこの西海市という町で何かこうやりたいっていう時の場所がですね、これまでなかったですけど、これをまあどうやって作ろうかなっていうのを悩んでいる時に、会社の方で古民家の取得がありまして、これをこう活用してその地域の拠点を作ろう。2020年9月空き家のリノベーションをスタート。改築中には地域の人を集めてワークショップを開き、みんなで壁を塗りました。そしてみんなで床も張りました。木の板は本社の山崎マークで使ってたこうシルクスクリーンっていう T シャツをプリントする機材の一部の廃材をこの床に貼ってるんですよ。これを子どもたちと一緒に貼ってですね、インクとかの汚れがもともとあったので、そういうのをこう活かして床材のように見せてるっていう。私は本日の機種がこれです。西海市産の食材と卵とかも全部使ってるので、やっぱりその手作りっていうのがおすすめポイントです。綺麗でおしゃれで開放感があっていい感じの印象です。古民家感も残しつつ新しい感じが綺麗だなと思って、イベントあったらぜひ来たいですね。西海市が通り過ぎられる場所っていう風に言われるので、それを西海市ってこういう魅力あるんだとか、西海市のポゲットってあそこ居心地いいよねとか言ってもらえるようなカフェにしたいです。どの年代が来ても楽しめるように、新しくてもどこかホッとする空間作りにこだわりました。もともとは畳のお部屋をこうくり抜いて下にこう段差があって、欄間とかも当時のまま残して、押し入れも梁もそのまま生かしています。完全にこう開くように、だこう芝生があるので、あちらでお母さんたちがコーヒー飲んで、子どもたちはここで遊ぶみたいな。子連れでカフェってなかなか皆さん気を使うと思うんですけど、ここだと結構喜んでもらってます。このこだわりのスペースは
カフェのためだけに作ったわけではありません。カフェの営業がない日はレンタルスペースとして地域の人が借りてここでセミナーをしたりとか、あと夜は何かの会合とかでここを使ったりとか。山崎さんの本業を生かしたサービスも。もともとこれ工場にあったものをこちらに持ってきて。大きな機械は布や革などにプリントができるプリンター。写真データがあればおよそ20分でキャンバスにプリントができます。ホゲットが普通のカフェじゃなくてとか普通の拠点じゃなくてものづくりの企業が運営してるっていうのは大きな特徴かなと思ってるんで、一つのツールとしてこれをやってます。個室になっているこの部屋も1時間500円で借りることができます。ここをテレビつないでズームをする方とかも最近ワーケーション少しやっぱ増えてきてて、そういう人には最下市あんまりそういう場所がないので使っていただいてます。ポケットには西海市の魅力を伝える会社も入居しています。こんにちは。私たちは西海市に45軒ほどある農林漁業体験民宿という一般の家庭を生かした民泊の皆さんのお宅に、いろんなお客様とか修学旅行生を入れるための事務局。橋本さんは雑誌の編集長を務めた経験があり、去年7月には西海市を含む磯野木半島の魅力を伝える雑誌を発行しています。さらに2人とも移住のコンシェルジュで、ポケットにもたまに移住の相談で来られる方がいるので、そういう時の受け皿にもなってます。2周年記念イベントでは子どもたちが元気いっぱいに走り回っていました。飲食店をはじめ地域の人たちが出店しました。いや、頑張ってる方たちがいるなと思うの思って協力できるんだったら今後もやらせていただければな。地域を盛り上げようというところはもう同じ、共通点というところなので、お呼ばれした時にはもうすぐにやりますと。地元の人のこう集まってワイワイできるようなんですね、そういうのになっていけばなと思ってます。人気だった50円の綿菓子、作っているのは地元の郵便局長です。やっぱりお年寄りの人も若い人もこういった場所でご家族みんなで盛り上がれるという場所があるというのはとてもいいことだと思っております。なんか地域に密着してる方がそっくりまたいいですよね。街を盛り上げようっていうのを我々が少しでも応援できればっていうのはありますし、地域の人もそうやって応援してくれるっていうのはすごく心強いので、この活動を続けていてですね、来年は地域の人自身が何か企画してこう持ち込んでなんかできることが増えていったらいいな、それを一緒にこう応援していけたらいいなと思います。夜になるとこのイルミネーション、みんなの笑顔で盛り上がりました。何の音？全然帰ってこない音。カットしててください。西海市にはこういう石鍋を製作する遺跡がたくさんあってですね、代表的な遺跡にホゲット石鍋製作遺跡っていうのがあって、そこからこう名前を取らせてもらいました。一言で言うと本当器なので、ホゲットっていうのが本当多様なものを受け止める場所、それがホゲットの良さなのかな。最高な場所なんで、たくさんの人に、来ていただきたい。みんなが楽しめる場を、そして私自身が楽しめる場をいかに作っていくかを目標にですね、これからもこのホゲットを運営していきたいなというふうに思っています。